皆さんこんにちは、りくチャンネルです。今回はまたもっちりシリーズ出ました。もっちりベーカリー2が出たんです。一番最初にこのもっちりシリーズ出たのがこれ、もっちりベーカリーなので、私もこのもっちりシリーズ本当に大好きだから、今回も箱買いしたのでシークレットとか可愛いの狙って開封していきたいと思います。もっちりベーカリー2、いつも通り全10種類プラスシークレットがあります。私いつもはキディランドとかで買ってたんだけど、行けなかったからアマゾンで探したら3600円が3000円になってあったので買いました。買いたい方は下にね、概要欄にリンク貼ってあるので、じゃあ早速もう開封していきます。じゃあ全部、なんかまた袋がでかくなったような気がする。ほら、袋がまた可愛い。でね、今回のねラインナップがすんごい可愛いの。まあ開けてみます。一袋目、じゃあまずラインナップからね。本当にね可愛いの見て、ほら。で、私がね狙ってるのがねこれとシークレット、シークレットは一番なんですけど、1個目、じゃん。お、これはブリティッシュスコーン。おー、あ、焼き色とかがすごい可愛い。スコーンが出ました。1個目、あ、なんかねちょっとだけ固めなの。でも すんごいもっちもち。わあ、音いいし。こんな感じ。スコーンが1個目、スコーンでした。2袋目、じゃん。お、これはクグロフっていうパンが出た。かわいい。これなんか上にかかってる、なんかドーナツみたいな、かわいいパン上になんかかかってる、かわいい。あ、すごい。これなんかさ、前よりもちもちになった気がする。じゃあ次行きます。なんかこれちょっと平ら。お、出た出た出た、欲しかったやつ。おー、やった。シェルフィナンシェっていうやつ。見て、かわいい。貝殻みたいな形のパン、めっちゃかわいい。これ、お、音いい。もっちりシリーズ音もいいんだよね。だから何回か音フェチでも使ってるし、嬉しい、これ出てくれた。じゃあ4つ目、じゃん。お、アップルパイじゃん。あ、柔らかい。これもじゃん、見て、かわいい。なんかすごいリアル、柔らかい。これめちゃくちゃ。次5個目、お、これはサイコロパンじゃん。え、かわいい。すごい、なんかここではね渦巻きになってる、かわいい。あ、ペタペタ、気持ちいい。これもここがめっちゃペタペタしてる。じゃあ次6個目いきます。あ、じゃん。お、これは、あ、ワリサーブロート、なんか粉砂糖みたいなのが かわいい。お、なんかちょっとねサラサラしてる感じ、こんな感じ。よし、7個目、じゃん。お、これはフレンチトースト。え、かわいい、フレンチトースト。あ、ちょっと固めだ。これ、これミントだな絶対。これはおしゃれなパン、かわいい。次8個目、8個目、じゃん。お、めっちゃかわいい。これホワイトスノーロールだって。あ、見て、かわいい、真珠みたいな。あ、あ、あ、さっきまであんなにかわいく輝いてたのに3つになっちゃった。これはちょっと悲しい。優しく触ります。あ、ペタペタ、これだけは丈夫にね。あ、後ろめっちゃしっとり、もちもち、こんな感じ。3つしか残らなかった、めっちゃ可愛かったのに。じゃあ次、あと残り2つ、じゃん。フランスパンが出た。フランスパン3つ入り、これめっちゃもちもちしてる。で、なんかスポンジに水を染み込ませた感じの、なんかすごいもちもち。よし、じゃあラスト、あと出てないのがイングリッシュマフィンとシークレット、はい、どうですか皆さん、シークレットですかこれ。し、あ、あ、え、なんで1枚だけ、え、2枚に分かれてる。これすごい。でもシークレットじゃない、びっくりした、2枚に分かれてんじゃん。え、しかもめっちゃもちもち。なんかシークレットじゃなくても最後のやつがめちゃくちゃもちもちだとテンション上がる。すごいもっちもち。これ2枚に分かれてる、ほら。え、かわいい、めっちゃかわいい。これシークレットは何だろう、気になる。
で今回出たのはシークレット以外のこの10種類。シークレットは残念ながらゲットできませんでした。で私が一番気に入ったのがこれです。すごいね、もっちもち。はい、ということでシークレット以外はコンプできたんですけど、ちょっと残念でした。あと残念だったのがこの真珠が2個しか残らなかったっていうのが残念です。今回は新しく発売したもっちりベーカリー2を紹介しました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。でチャンネル登録はここチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてツイッターとインスタグラムもフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。